暑いな。こんな時はカップラーメンに限るな。ちょっとあたる、俺の服のポケットに脱ぎたてのくっさい靴下入れるのやめてって言っとるやん。は？靴下？そんな記憶ないけどな。でもそもそも靴下ぐらいでそんなにイライラせんでもええやん。反抗期か。ん？さすがちびっこは心のデカさもちびっこやな。こっちーん、普通にポケットにくっさいくっさい靴下履いとったら嫌や。はいはい、たけるよく考えてみ。それがクラスの憧れの花子ちゃんのやったらどうや。は？どういう意味やん。その靴下が俺のやと思うから嫌な気持ちになるんであって、大好きなあの子の靴下やと思ってみ。だからなんやねんそれ。脳みそまでちびっこが。おい、二度と笑えんようにしろば。死ぬほど怖いこと言うや。だからその臭い靴下でも好きな人の靴下やと考えるだけで匂いも気にならんくなるし、なんならその匂いすら愛おしくなるやろって言っとんねん。キモ。人は想像力で幸せにも不幸にもなれるっちゅうことやな。そうやな、わかる。じゃあ許すわってなるかポケ。やだ怖ーい。今の時代そんな乱暴な言葉遣いじゃありとあらゆるハラスメントに訴えられるで。ハラスメント？それならまず臭い靴下を人のポケットに入れることがハラスメントやろ。は？俺が入れたっていう証拠でもあるんですかね。証拠なんてこの匂いとその足。毎回毎回靴下片方だけ脱ぐのなんなん。ほんま意味わからんしキモいんですけど。もしその靴下が俺の靴下やとしても俺が入れた証拠にはなりませんけど。じゃあ他に誰がやんねん。どうせお母さんに片方だけ抜きっぱなしにするなんて怒られて、その辺にあった俺の服のポケットにでも隠したやん。それはあくまでそっちの推測ですよね。そして今問題はその靴下が誰のかということじゃなくて、誰がその臭い靴下をポケットの中に入れたかですよね。僕がポケットに入れたという確実な証拠を見せてくれって言ってんですよ。あー、ラーメンが伸びてもたわ。最悪。無実の罪で責められてラーメンもこんなに伸びてもた。他人やったら損害賠償もない。こいつが犯人なのは確実なはずなのに。でも証拠なんて。伸びてもうまいな。なんて憎たらしいんや。こっちはこんなに嫌な気分やのに、こうなったら。こんなにうまいもん初めて食ったわ。マジで？これは絶対食べた方がいいって。じゃあ一口だけ。アホが。LINE スタンプ第2弾発売中。おまけ。カニちゃん、カニちゃん超アップやで。いやこれカニちゃんの演技やから。演技なこれ。そうカニちゃん今演技しとん。どうラーメンは？ラーメンは今さっきガチに伸びとったけど、うん、遅すぎてあの汁が当たるあるところまでたどり着いたが美味しいわ最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。